ていけるか、これがポイントだと思いますね。あとは人でいうとパリオリンピック予選のため山田楓希がいません、まあ、今日は荒木がいない中ですね、小柏を先発に。16年ぶりトップリーグでの東京ダービー開始の笛です。まず後ろに下げて、そうですね、まあ、この辺は前節同様トレビアンのクリアアウト拾って斉藤光左足で打ってきました。はい、まあ同様ですね。どっち FC 東京バングー中んでパスにしましたが、小柏には中川右足、ナイスキーパー、正面で処理しました。マテウス白井が対応しました。後ろから上がって三木の切り返し、あとペナルティースポットを刺した。ベルディ PK 獲得、染野が流れて三木。25分 PK を示す笛が鳴りました。これは入ってきたところ、そうですね、これはファールかもわかんないです。またうまく通しましたけれども、はい、あーファールですねこれ。ウィングの安西が戻って守備をしたんですが、さあ三木、ベルディ先制。28分 PK 三木、東京ダービー均衡破れました。16年ぶり J1 での東京ダービー帰ってきたベルディが、さあナイストラップ、サラス三木横チャンス、飛び込み埋め込めればというところでしたが流れましたんで、森田がプレス前に出ました。宮原、木村が宮、真ん中、おお染めも右足、東京サポーター歓喜に沸いた緑、染野です。これエンリケ・トリビザンのところをこれカットしてインターセプト、宮原がトランジションから、これもまた木村と今日の染野ですよね、この2人がクロスに対して常にボックスの中にいるような状態なんですよ今日は。なのでここ前に逃げたあの木村に対してスペースがぽっかり空いてマイナス開けてる。どこだ、真ん中、高い打点のエンリケ・トレビザン、離れたところから入ってきました。真ん中をに入っていくのが狙ってるんだと思いますが、中川です、また志向です、反転俵積みだ、自分で行く、もう一つ行った、俵積みだの折り返し、小柏が突っ込んできました。 FC 東京田原積田のそこをこうあの意表を突く、まあ、この打開って言いますか、このドリブルも重要ですね。染野が前向きになったんですが、その前の接触のところで笛が鳴った。おっと、カボンダ稲見、北澤がサポート、これで前半終了の笛です。ミキの PK で先制、東京ヴェルディ数的不利の中で2点のビハインドに挑むという後半です。アウェーの FC 東京、対する東京ヴェルディは待望の追加点をしかも前半のうちに取れました。俵積みだと小柏が下がります。これですとおそらく遠藤がそのまま左で、寺山は中川でやってた中盤のサイドに入るんでしょうか、それとも真ん中に入るでしょうか。白井は後半非常に高い集中があります。探す白井、走る寺山、外俵積みだから左から遠藤が来た、1点返した FC 東京、数的不利難の白井のトレビザン、中川横田プラス遠藤啓太、FC 東京完全移籍の遠藤啓太、トリビザンの頭、枠は捉えましたがマテウスキャッチ。16年ぶりの東京ダービーファイナルホイッスル。